とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエストやっていきましょう。アイテム欄が20個ぐらい空きが出ましたんでね。デイリーを4周ぐらい行くと、また300個になるんじゃないでしょうか。4周行ってみます。この拝殿のステージでのナイトモードはマジできつい。うわー、マジか。もう少しでクリアだけども、あとまあまああと2回死んでいいからね、いけるよ。 OK。 もう拝殿ナイトモードはマジで勘弁して、で6体全部倒したね。 OK です、クリア。邪悪な村人から解放され、でクリア前にあれだよ、幸運装備に付け替えなくていい、もともとついてるからね。それだから楽だよね。あそこでね、切り替えの時に死んだりすることもあるんで、ほんとちょうどいいね。さあ、それでは報酬は何でしょうか。クリーパーの森だから、あたりはミステリーだな。ミステリーの最高のやつ。次だね、次。ミステリー。ダイヤモンドか。ダイヤモンドはね、強くもないし、これ、お供え物にも向いてないんだな。はい。まあ、とりあえず、一周目はこんな感じです。次。今回はサボテンだね。サボテンに来てるんだけども、まあ、ここはもともとキャプテン少なめだもんね。キャプテンがかなり少なめなんで、でも4体いたってことはまあまあ多かったかな。うん、いつも1、2体だけどね。今回4体いたので、まあ、そこそこだったんじゃないでしょうか。クリアします。何が出るかな？さあ、何でしょうか。ここの大当たりは、締め具と各種防具かな。締め具、あー、これかこれか。まあまあ263のもういいやつは持ってるんで、お供え物かな。次行きましょう。次はここですね、ジャングルのボス。 75% HP が減少するクエストってめちゃくちゃ難しいよね。俺、帯電よりここの方が嫌い。本当に、あと1回死んだら終わりです。まあ、行きましょうか。出た瞬間にドラ使って、ガリガリガリっと行っちゃいましょう。痛みサイクルとダイナをついてます。行け！瞬殺！減らない！よっしゃ、危ねえ！ギリギリ！こっからもちょっと、あまり、油断できないぞ。なぜかって HP が 75% 低いからワンパンされるからですよ。きついな。ちょっと待って、ここはもうあれだな、普通にクールダウン付きのイカで行くっきゃないよ。じゃないとちょっと無理じゃねえかな。これのこれで行きましょう。変更の敵がいたら死ぬ。一発で死ぬ。ワンパンされるからね。いるなよ。変なのおるなよ。よし、オッケー。ついでに夜の棒も出たね。よし、オッケー。では、幸運つけてクリアですね。残念ながらキャプテンは5体しかいなかったね。5体だけ倒しました。ここのあたりは、影の衣、最初なんだっけ？あー、アーティファクトか。次、影！一番ダメなやつじゃん。一番ダメなやつよ、これ。じゃあもう一周行きます。ラスト、テンペストゴーレム、行きます。前回ここでソーブレード使ったんだけども、このね、バリアでガシンガシンやられて、全然ダメージね、入らなかったのよね。なんで今回は、これで行ってみましょう。大荒れた怒り、263。
だね。これね、ハテナハテナハテナのボスを一撃で粉砕する威力を持ってんのよ。で、これを装備して、で、パワーポーション使うでしょ。で、透明化して、ドラ。で、ガシンと攻撃して、また、これを取って攻撃っていう感じで、全部で5発分準備してます。いけるんじゃない ?5 発分あれば。わかんない。相当体力あるからね、こいつは。では、挑戦してみましょう。いくよ。よし、気づいてねえな。おい!あー、でもそんなにダメージねえな。お、いやいや、あるあるある。ちょっと待て。待て待て、お前ら待て待て。毒で全然いけるじゃん。毒ダメージで全然いけるわ。なるほどね。一発の攻撃では、確かに5分の1ぐらいしか削れなかったけども、その後の毒の持続ダメージ、えぐいね。そりゃそうか。この毒確か、秒間で1000万以上のダメージ与えるもんね。うん。そりゃあれぐらい減りますわ。ということで、クリアです。報酬見てみましょう。残念ながら、キャプテンはいなかったので、報酬は、これだけか。が、なんだこれ。しょぼすぎる。はい、では、出たやつ見てみましょうか。あまりいいのは出なかったね。うん。ダイヤモンドの剣、いらないね。これお供え物にも使えないんで、いりません。で、名もなき刃。これお供え物用だね。で、幸運の槍。これもね、お供え物に使えません。なので、売ります。うん。で、最後に出た、豪華。まあ、お供え物だね。うん。でも、いいやつは出たのよ。道中でこれが出ました。愛のスペル棒。アーティファクトチャージ。クールダウンショット。で、さらに、連鎖反応までついてます。うん。これ激怒がついてて、かなり使いやすいやつになるので、そうだね。パープルストームとかそういうのの上位互換だと思ってもらえばいいかな。うん。すごくいいやつ。出ました。ただ、もうすでにこれ持ってるのよ。すでに持ってます。まあ、一応取っときましょうか。はい、ということで、デイリー4周行きました。アイテムもいっぱいになったので、次は古代狩りということですね。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。